ロンゲヌスの初号機。あーいって思ってあの自分で自分にまたプレゼントを作ったんですけど、なんだろう、お酒ですな。ハッピーバースデーディアタッケさん。マジで予想外だったわ。うん、おわはは、ポテチャー。朝からとんでもないね、これ。いい眺めだね。何の音を聞く。お願いします。はい、お願いします。はい。初号機刺さらない。まあ硬いか、やっぱカンカンしないと刺さんないか。釧路の塗装をガレージグローさんに塗って作ってもらってもらいましたなんてもらいました。その神々は語彙力関係ないからな。あーいって、うまてーん。あーっとっと、これ初号機。初号機なんだ。ロンギヌスの初号機。ロンギヌスの初号機ってどういう意味。あ、それ何ですか、それは。おっと、そっち、そっちか。引っかかったみたいな。設営するよ。はいはいはい。あら、カピ神様。お誕生日おめでとうのねで。ああ、ありがとうございます。カピ神なので。カピ神様、すいません。お誕生日おめでとうなので。あ、ありがとうございます。おっと、なんだそれ。なんかついてますよ。おほほほほ、ハッピーバースデーって書いてるやないの。おめでとう。ありがとうございます。これ第一弾だから。第一弾。うん。そうですよね。まだ設営も終わってないですからね。いや、待ちきれなくて。待ちきれなくてやっちゃったの。バースデーキャンプ。スタートです!やっていこう!日本チャンネルもひねりを加えるようになってきましたね。おはようございます、こんにちは、こんばんは、日本チャンネルです。はい、ボケた。本日お見えてる。あ、揺れてる揺れてる揺れてるね。たけ、うん、さんのお誕生日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして本日来ました、和琴湖畔キャンプフィールドさんです。はい、冬は初。もともと冬営業やってなかったからね。そうなんだよね。湖畔キャンプで冬営業してるところってすごい少ないから、すごいレア。しかも来た瞬間なんか見たことない魚を泳いでたね。いや、そうそうそう、びっくりした。え、わかんない、何の魚。でかいね。すごい悠々と泳いでるね。この海面からヒレが出てて。そうそうそう。で、ニョンさんいきなりね、あれサメじゃねとか言い出して。本当にだって。サメではねえぞみたいな。こうやってなってたから。うん。いや、でも、魚自体が大きいっていうのは分かったから、もうサメだって言った瞬間は、ニョンさん相変わらずバカだなって思ったけど、でも、魚自体が大きいっていうのは分かったから。よし!よし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 。湖畔で冬は初めてですね。一応まだ雪はないから、雪降ってからの湖畔キャンプっていうのをこれからもやりたいよね。でも今は雪降ってないけど、今晩から明日にかけては雪です。
あ、そうみたいですね、はい、本日私のバースデーキャンプということで、なんとですね、ものすごいなんかかっこいいものをもらってしまって、じゃん、おー、かっこいい、やばい。これサイドテーブルです。これをくださった方は、これを作ってる人なんですけど、別にあの動画で紹介しなくてもいいですよと、普通に使ってくださいと、プレゼントですっていう風にくれたのさ。つって、そんなことあるつって言ってないんだけど言ってはないんだけど、でこの足もね、木でできててね、可愛くてやばない。ありがとうございます。かっけーなー。これそのニョンさんにはプレゼントはいりませんと。基本的に普段からなんかいろいろポチポチしてるやつがいるんで。そうですね、うん、まあただそれも寂しいなと思って、あの、自分で自分にまたプレゼントを作ったんですけど。自分に作ったんですか。そうだ、俺用なんだ。俺用だね。かわいいね。俺用だと思ったんだけど、うん、このすっごいかっこいいプレゼントとかももらっちゃったし、なんか1000人突破とかも何もやってないから、まあまあプレゼントとかにしてもいいんですけどね。まさかの日本チャンネルプレゼント企画ですか。まあまあまだわかんないですよ。ちょっとなんかそういうのもしかしたらやるかもねっていう、うん、あで、ここからね、まあ、仲良くさせていただいてるそのブランドさんとかもいるし、うん、ショップさんとかもいるし、うん、もしなんかね協賛とかもあったりなんかしようものなら、まあやろうかみたいな風にはなるかもしれないです。まあ一度やってみたいなって思ってたんだよね、はい、そうだね、まだ全然無計画なので、とか区切りのいいとこでね。そうそう、うん、もしね、あの、何か企画やるようでしたら、その都度お知らせいたします。うん、したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。あと、こちらもプレゼントでいただきまして、ゴールゼロのシェードって言ったらいいのかな？手作りシェード。これすごいね。これね、GoTo チャンネルさんっていう方が、ご自分で作られてるシェードで、キャンプ系 YouTuber さん、うん、かわいいよね。これもサプライズでいただいたんですよ。いやね、ほんと GoTo さんすごいよね。しかもね、作るものがね、かわいい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、何？なんか置いてった。なんか何？なんか意味深な。ありがとうございます。今あの視聴者様が、うん、こっちを見ながらなんか、うん、なんかね、置いてったね、うん、ちょっと取ってくるか。なんだろう、笑顔でなんか置いてったけど、お酒ですな。あ、トカチのお酒、トカチって書いてる。わわわわ、ちょっと後でお礼に行きましょう。そうですね、うん、ありがとうございます。いや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 、ありがたや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 。よし、じゃあちょっとテントの中入ろうか。はい。Everything went away and my heart burned in the fire, into the fire. I-N-S-O-R-R-Y, I-N-S-O-R-R-Y, I-N-S-O-R-R-Y. いいですね。ハッピーバースデータッケさん、ハッピーバースデータッケさん、ハッピーバースデーディアタッケさん、ハッピーバースデートゥーユー。めっちゃ燃えてる。おー、これは何ですか？ウェディングケーキですか？いや、そうなのよ。要するにケーキっていうのは納豆巻きのことを言うのよ。知らなかった？知らなかった。じゃあ、はい、じゃあちょっと私を撮っててもらっていいですか。滝谷さん、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃーん。用意してるやんけ、プレゼント。あー、振ってんな。頭も揺れてんのよ。あー、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます、はい、中身は何じゃろうな。何が出るかな。
何が出るかな。うえい。はい。なるほど。そのパターンで来たか。なるほどね。ちょっと想像では、いや、うん、どんなキャンプギアかなみたいな。そっちで来た。はい。たけるさん、お仕事忙しいじゃないですか。昔ね、すごい腹筋バキバキだったんだよね。バキバキに割れてたんだけど、最近ちょっとお仕事忙しくて、ね、トレーニングする暇ないんじゃないかと思って、楽して痩せる。私、YouTube でさ、できないこととか、たけるさんパソコン作業でやってくれたりとかするでしょ、うん、うん。でもそのパソコン作業をして、嫁をヘルプしながら、筋肉も鍛えられるっていう。これで腹をバキバキにしろと。そうそうそう。パソコン作業頑張ってくれてったらさ、お腹とかもさ、気にするお年頃かなと思って。ギアなわけないやん。これはめちゃくちゃ予想外なプレゼントだったね。ほら見て、もう。それ、俺じゃね？ちょっとなんでさっき言ったの？あ、言うなかった。そんなもろかぶりした？嬉しい？嬉しい？いや、嬉しいよ。嬉しい嬉しい。俺こういうのね、一回試してみたいって思ってたんだよ。しかもね、これすごいんだよ。昔ってさ、こうベルトとかだったじゃん。ベラッベラなの。くっつくみたいな感じ。そう、だから、キャンプ場とかでもできるから。うん、しかもね、モテケアって書いてる。ああ、ただでさえモテんのにもっとモテちゃうじゃん。男を磨け。これは、マジで予想外だったわ。うん。びっくりした。そう来たみたいな。ギアだと思うねよ。ギアだと思うよね。おうちギアだから、おうちギア。あ、おうちギア。なるほどね。じゃーん。はい。もう俺よりテンション高くなってんじゃん。お祝いするの好き。たけるさんの大好きな。コロナビール。コロナビール。あ、出た。普通にライターあった。ライター。うち栓抜きいらんよね。なんかキャンプ用に栓抜き買ってもいいかななんて思ってたけど。ライターで開ける人初めて見た。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おー、美味しい。うまっ。あとね、今日ね、串揚げパーティーだから、串揚げのタレ作った。柚子漬け禁止じゃないよ。あ、そっか、俺ら二人しかいないから。そうなんです。ういお、先日チョピコさんからプレゼントをしていただいた北欧名木さん、うん、のコースター、名木コースター。これ塗装してないっていうのがいいよ。すごいよね。全部木の色。ニョンチャンネルロゴ。よし、食べてこう。うん、食べる食べる。ニョンさんまで後巻きになった。はぁ、後巻きだよ。おい。恥ずかしいやつよ。うまい、後巻き。やば。いや、もううまそう。よし、ニンニク串だ。お、いいね。私も食べようか。あのね、世界はね、ニンニクに支えられてるよ。疲れたなーって思うときあるだろ、うん、ニンニク食べなさい。で、なんか太ってきたなー、そろそろトレーニングしなきゃなー、でも体力続かないなーって思うことあるだろ、ニンニク食べなさい。うん、いただきまーす、うん。ほこほこ。うまっ。ね。うん。クリア朝日、冬日和。まろやか旨味仕立てだ。これはね、もうね、サーモンチーズはね、ワイン用ですね。それが裂けるチーズに、スモークサーモンを巻いたやつ。です。チーズが。出てんな。あ、でも、え、裂けるチーズがトロトロになってない？なるよ。それでは、ニュースパイス。お、久しぶりですね、ニュースパイス。俺の塩、島田。こいつをちょっと使って食べててみましょう。こぼすなよ。明日大変だぞ、こぼすなよ。冷静に分析するに、美味しいか美味しくないかで言うと、優勝。あ、こんなことで？めちゃくちゃ美味しいよ、これ。本当？びっくりするぐらい美味しい。マジっすか？うん。めっちゃチーズコロコロ。なんて？うまっ。いや、めっちゃうまいね、これ。うん。
鮭とチーズにスモークサーモンを巻いて串揚げ、うん、これめちゃくちゃ美味しいね。うん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 。今日のチャレンジの一つは成功だね。もう一つのチャレンジのみたらし豚バラ巻き仕上げが美味しいのかどうかをちょっと検証してみよう。じゃあ食べ物で遊ぶんじゃない。うん、テラピー、うん、ついにこの幻の大パーツみたらし豚バラ巻き串カツを食べてみる時が来たよ。このままいけるよね、多分ね。みたらし味ついてるんじゃない？俺このままいってみるから。持ちながら熱くて食えないんじゃない？いや、だめ。そのまま出てきた、ね。ソースの味する。食ってないからね、ソースしかね。これやばいわ。あ、でも、うん。これなんて表現したらいいんだ。美味しい。トロトロ巻き。うん。すごいトロトロしてる。ただね、一つ注意事項。餅はすごい熱を蓄えるね。そうだね。うん。めっちゃ美味しい。今回の創作料理全部成功じゃないの。成功ですね。うん。うちのパトちゃんがチタンのおチョコで、まるでお風呂に浸かってるかのように気持ちよさそうに入っております。それスノーピークだっけ。そう、チタン。先ほど視聴者様にいただきましたんでやっていこうかななんて思ってるわけですよ、はい、おー、なんか日本酒って久しぶりにあげた気がする。いただきます。いただきます。おとっ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 、ありがとうございます。あ、いや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 、ティア。いや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 、ティア。最初甘くて、後味辛い。あ、軽い辛さ。うわ、めっちゃサラッとしてんね。どれどれ。ほらほら、にょめにょめ、おいにょめにょめ、おいにょめにょめ、おーっと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 、おわははは、パタちゃんすげー飲みやすい。うん、美味しいね。みたらしかな。おお、熱くないの。あったかい。うん、うんうん。うんうんうん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私はいっぱいコーヒーを一旦休憩で飲もうと。思いますあなたはワイン飲むのね。たけるさんに買ってもらった。オーガニックワイン。このワインめっちゃ美味しかった。日本酒飲んだおチョコでちょこちょこやってます。怖え。あー、うまいね。この動物が可愛いね。格子負けないでちゅ。あーはは、スワネコさんからいただいた格子だよね。あ、そうだそうだ。うん、さて、それじゃ寝ますか今日は。それでは皆さん、素敵な夜を。おやすみなさい。はい、立てたよ。ああ、怒ってあるやんか。嫁は眠たいと機嫌が悪いんだよ。ありがとう。よし、なんかすごい音するから外見てこよう。ハッピーバースデー。ありがとう。あなた誕生日ちゃうやんか。眠い。よし、行こう。うわ、もう白いわ。え、やばい感じする。まあ、一人で気をつけるんだよ。いや、帰ってこねえよ。あ、いつも帰ってくると思うなよ。あ、どういうことですか。こっちにだって自由になら権利はあるんだから。何の話をしてるんですか。どうなの。あれ、ん、ここどこですか。え
来た時と景色違うんですけど。うわー、いや積もってるやんか。めっちゃ積もってるやん。見て、ほら、もう足首ぐらいまで積もっちゃってるんだけど。あなたそれ、靴ビシャビシャになるやつだね。私こんな長靴なのに。靴取ってきてあげるよ。ビシャビシャになっちゃう。そんななんで風あんまないのにすごい波立ってるんだろう。自然が怒ってるで。すいません、あ、いやいや、謝ってる。自然に謝ってる。竹さんがすいませんでした。ああ、え、なんで俺なんだ。降ったね。あ、すごい、見てほら、誰もまだ足跡つけてないとこ。うん。あ、はい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 。何その走り方。え、こんな雪積もってる中な、サンダルで歩くやつがどこにいるんだ。あはは、すいません。え、何じゃん、何じゃん。なんで攻撃してくるの。よし、じゃあちょっととりあえずトイレ行こう。もう靴下も濡れてきたことだし。だから言ってんじゃん。靴取ってきてあげるって。ボケだな。ハッピーバースデーが踊ってるみたいだ。まだ暖かいね、湯たんぽ。ね、聞いてんの。うそうですね。朝ごはんの説明ブワッと紹介するね。ブワッと、はい、牛タン焼きます。朝からとんでもないね、これ。はい、で、なんで牛タンにしたかというと、青森のひこチャンネルさんからこんなものをいただきまして、私の大好きな青天の霹靂っていうお米の種類があるんだよね。青天の霹靂のもち麦ご飯送っていただいて、ひこチャンネルさん曰く、これ牛タンにめちゃめちゃ合うから牛タンと一緒に絶対食べてって言われて、なので本日牛タンにしました。誕生日にぶつけようかと。それでいただいたのか。そう、そいつは青天の霹靂だな。で、あとね、これはね、ひこチャンネルさんからもらった。これはもう罰ゲームでしょうが。激辛味噌汁、ジョロキュア入りだって。これはやばいやつでしょ。これを私が飲みます。はい、激辛得意なんで。うん、で、たけるさんは視聴者さんからいただきました。この肉水を飲んでいきます。ヘイシリー。はい。タイマーを8分測って。8分のタイマーを開始します。ヘイシリー。はい。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。そのお気持ち、10月4日までメモリーに保存しておきますね。え、10月4日だって。え、皆さん知ってました？シリの誕生日。驚いてんな。辛いって分かりやすいな。あ、赤味噌っぽいね。赤味噌なのか、果たして辛さの赤なのか。いや、辛さでしょ、絶対。自家製で作った牛タン用のネギ塩だれ。おお。とろろ用にスプーン持ってきたんだけどさ、うん、一個しか持ってこなかった。自分のことしか考えてないからだろ。あなたのためにこうやってやってるでしょ。あー、怒ってる。飯抜きにすっぞ。怒ってんすか。よけると思う。おお、キャンプ場だとこういうの助かるよね。すごい粘りね。え、わー、すごい。おー、すごいね。もち麦って感じ。うん。おー、ふわふわ。この世のすべての食材に感謝を込めて。いただきます。ます。はい、食べよう。たけるさん抜くよ、アクがかるね。
見えてる俺のこと。おお、よだれ出る音してたよな。俺の塩島田さんでいただいていきたいと思います。うんうん、こんなもんでいい。食べて。え、今なんつった。食べて。食べてよ。我が身を守れ。お腹食べて。え、いただきます。匂いがうまい。うまっ。ほんと。うん、牛タンでか。うん、噛み切れなくて一気に入れたら喋れなくなった。美味しいな、このスパイス。どうなんだろうね、ケチから、うん、真っ赤。これわ、うま、辛い。わ、美味しい、辛い。結構衝撃走るぐらい美味しいんだけど。最初さん口中だもんね。うん、うまっ、うまっ、ほんとの。うん、じゃあこれ飲んでみて。ん、あ、それ大丈夫。見たいしょ、リアクション。喉にビリビリくる。あ、全然美味しいじゃん。全然楽勝だ。あ、若いよ、大丈夫？もう汗出てきたからね。そんな早いね。うん、だから途中間に合わなくね。間に合うかな。怪しいな。無理いけるかな。今8時半だから、うん、最後9時ぐらいに食べようって。2時間あるからいけるか。あ、そんならいけるわ。うまっ。そうそう、ポケット。ポケット作るでしょ、やっぱり。はい。はい、よいしょ。こういうことね、要は。こういうことよ。やばいな、これ。うまっ。なんかね。これ食べたなとかって思ったけどさ、小屋ラブさん行った時もさ、ラーメン食べた後、パン食べて帰ってるよね。そうだね。今日だけじゃなかった、しっかり食べて。今日も今しっかり食べてるけど、帰りには手近ごラーメン食べて帰るのかな。おかしいな、うん、全然食べれるけど食べない、うんうん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、贅沢朝ごはんでしたね、うん、じゃあ帰りの運転頑張ってください。はい、その前に撤収だ。よし、撤収だ。いい眺めだね。波の音を聞く。撤収完了しました。撤収完了して車の中にいるっていうよりは避難してきたみたいな。避難してきたね。いろんな人に助けてもらって、なんとかもうぐるぐる巻きにして車に突っ込んで、ベルテントがジャジャ山になったね。もうぶっ飛んでいきそうだったね。これもうやばいなって思ったよね。知り合いのね、うん、キャンパーさんが集合して助けてくれるっていう、うん、同等のアベンジャーズたちが
ぽいね。うん、ドトンジャーズっぽい。ドトンジャーズたちが。ドトンジャーズ、うん、いいね。そう。いや、もう初めて会った人がどうとかじゃないんだよね。あの、皆さん知ってる人で。そうそう。仲良くさせてもらってるね。そうそう。で、みんなで助けてくれたっていうね。ありがとうございました。本当にありがとうございました。助かったね。危なくテントがそのままぶっ飛んでいくところだったね。うん、ほんとテントなんて軽く飛んでいくぐらいの強風だったもんね。ありがとうございました。助かりました。アベンジャーズのおかげで、日本チャンネルは助かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですね。友って。すごい誕生日の締めくくりしましたね。うん。そうだった。誕生日キャンプだった。風にまでお祝いされちゃって、でも最後みんな助けてもらったからいい締めにはなったね。いや、なんか逆に楽しかったみたいなね、結束感が。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ帰りましょう、クタクタなので。本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いいたします。皆さんも風気をつけてください。ではまた。